プロボクシング元世界2階級制覇王者で現 WBC 世界スーパーバンタム級1位のルイスネリ、29イコールメキシコ、が5月6日に東京ドームで挑む4団体統一同級王者井上直也、31イコール大橋、の弱点を指摘した。写真、報道陣の後ろからネリを凝視する、井上直也の父慎吾トレーナー、23日、 東京、新宿区の定見事務で練習を公開。シャドーボクシング、ニット打ちなどを披露し、体調は100%良い。5ヶ月間、トレーニングを積んできたんだ。マックス状態のコンディションだと充実した笑みを浮かべた。現時点のウェイトはスーパーバンタム級のリミット。555キロ、よりも約2、3キロほど多い127ポンド。約57、61キロ。 まで落としているという。米国でのトレーニング中に3度、バダ、ボランティアハンドーピング機構の検査を受け、すべて陰性だったと強調。17、18年の元 WBC 世界バンタム級王者山中信介との対戦時に起こったドーピング違反や体重超過は起こらないとの態度を示した。井上に対し、ネリは、グレートなボクサーだと思う。 私は彼から来るもの全てに備えている。スピードあってパワフルな、キャパシティのある選手だと思う。彼をライバルとして見ている。そうならなければ私は彼のライバルにならなったと思うと敬意を表した。現在、井上は100年以上の歴史と権威のある米老保専門シザリングのパウンド・フォー・パウンド、階級超越の最強ボクサー、ランキング2位で、 23年には複数の米メディアや米ボクシング記者協会、WBC から年間最優秀選手にも選出された。しかしネリは、過大評価されていると言い切った。昨年12月の井上、マーロン・タパレス、フィリピン、1000の4団体王座統一戦が10回 KO 決着となったことを挙げ、タパレス戦が10ラウンドまで行ったこともあり、過大評価だと思う。良い選手。 例えばバスケットボールのマイケル・ジョーダンのような選手ではないということだと持論を展開。戦前予想では井上優里との声が多いことにも言及し、世界中からの井上支持は当然のことだ。無敗の王者だ。ただし私にも自分の手がある。必ず勝利をつかめると思うと強気な姿勢を崩さなかった。井上の研究も相当進めているようで、弱点はいくつか見つけている。 勉強してきた。ディフェンス面とともに、それ以外にもいくつか弱点がある。それは話せないが、試合で見てもらうことになると自信の表情を浮かべた。またネリを担当するサニール・ロサーナトレーナーは、井上選手は良い選手だが、ミスもある。5月6日、井上選手のミスを見ることになるだろう。井上選手の練習パートナーがメキシコ人で彼の意見を聞いて研究。 勉強してきたと不敵な笑みを見せていた。